ください。持っていくね。はい、今日は俺たちの船で俺たちの船で全員が組織に来てる。なんかあったらいい、あ、モニターとかある。楽しんでつなぎだ、あ、つなぎだけ切る前に取れるな。はい、楽しい。じゃあ体を揺らして感じ、違うのか、いいよ、やめて。はい、おい、サウシー、はい、ワンマンライブ始めます。
がとう。あ、ほんまや。本当に2年前の1週間前、2年前の1週間前から僕ら東京でライブし始めたんで、このツアーを経て僕らはどんだけ魅力のあるバンドになるかっていうのがすごい大事なとこなんじゃないかな。19日、ほんまにちょうど2年か、うん、そんな話をしてて楽屋に入るじゃないですか。その時のパスがちょうど張ってて張ってたね。なんかすごい考え深くなりました。うん、なんかしんみりしちゃったね。なんかそう、昔はさ、その2年前はほんまに数えるぐらいしか、片手でに入るぐらいしかお客さんいなくて、その僕らがこの蔦屋オークレストでワンマンができるってことが本当にありがたいことだと思うし、本当に大事に大事な大事に大事な大事な日に何か言うんだよな、大事よな。頭こよえんだ俺多分。大事な日にしたいと思ってます。神様みたいな顔でこっちを見ているんです。最初の曲2曲やって帰ります。ありがとうございました。楽しい曲でした。暗がり星が綺麗に見えるってさあ、地べたに寝転んじゃうあたり、ああ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中にな、赤信号は点滅してる、肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ、二人の物語、の傘を差したり、ブランコに乗り星を眺めたり、押しボタン式の信号機をいつも君が走って押す下り、仰向けになって見た湖中に浮いてるみたいって、さあはしゃいでる君とその横でさ、もっとはしゃぐ僕なら本当に飛べるような気がしていた。ああふわふわと夢心地、君の声